1962年の西鉄ライオンズでは、1962年の西鉄ライオンズの動向をまとめる。この年の西鉄ライオンズは、中西太志選手権人監督の1年目のシーズンである。1959年限りで、三原治監督が優待、その後を継いだ川崎徳次監督の時代は、優勝を期待されつつも2年連続の3位に終わった。 ことから川崎監督が辞任して、三原の娘子である、中西太氏が、選手兼任ながら二十九歳の若さで監督に就任し、選手兼任で、豊田康光助監督と、稲尾和久投手コーチが支えることになった。中西監督は開幕オーダーに黄金期の主力選手である、豊田、高倉照之、木戸即分、田中須を、和田広美などをスタメンに入れるが、 シーズンが始まると前年優勝の南海がスタートダッシュでつまずき、前年2位の東映が変わって、快進撃を繰り広げた。チームは開幕ダッシュの東映や6月以降立ち直った南海の後陣を敗する苦しい戦いで、最後は大前、阪急との3位争いに勝ち62勝68敗6分と、負け越しながら A クラス入りしたが、初優勝の東映に16ゲームも離されて、 中西監督の1年目は終了した。シーズン終了後、主砲の豊田が国鉄へ移籍し、チームは転換期を迎えることになる。ありがとうございます。